どうもこんばんは、カルアリオです。今日はね、食レポをやっていこうと思います。というのもですね、もうゲーム実況がちょっとね嫌になったので、これからはね、僕のチャンネル、カルアリオの食レポチャンネルとして生まれ変わっていきます。なので、今日はね、食レポしていこうと思います。今日はね、このムーンライトクッキーを食べていこうと思います。これね、すごい好きなんですよ、僕。ムーンライトクッキー食べるときは必ず牛乳入れてくださいね。いやー、今日はね、ムーンライトクッキーをね食べるんですけれどね、まあ、ムーンライト、どっから開けばいいんだよ、これ。どっから、にもいる、開いた、開きました。これね、これ個包装が何袋っつったっけ、14枚だから7袋かな、7袋入ってんのかな、これ。まあ、好きすぎてこれ2箱買ってきちゃったんですけど。ムーンライトクッキーです。これすごい好きでたまに食べてます。あ、やべえ、割れてる。うまっ、うまっ、うまっ、うん、サクサクで、あとこれムーンライトクッキーってチョコチップのもあるんですけど、僕は断然こっちのバニラの方が好きです。チョコチップの方もね、美味しいんだけど、プレーンのこのバニラの、なんと言ったらいいんでしょうね、なんか甘みっていうのが、それがね好きです。でね、これ牛乳が合うんですよ。まあ、別に皆さんはね、牛乳じゃなくてもコーヒーでも紅茶でも好きな お飲み物とね、一緒にね食べていただければと思います。やべえ、これ止まんねえよ。うん、